第325回4月21日水曜日、救世軍オンライン祈祷会。聖書ローマの信徒への手紙2章13節。律法を聞く者が神の前で正しいのではなく、これを実行する者が義とされるからです。神は私たちに神の掟を示されます。旧約聖書の時代、神は律法を与え、神に従う具体的な道を与えてくださいました。律法は聞くだけのものではなく、行うときに生きていきます。神は律法を聞いて実行する者に祝福を約束されました。現代に生きる私たちには、聖書の言葉が与えられています。聖書の言葉を聞き実行するときに豊かな祝福を与えられます。ヤコブの手紙1章21節22節。だからあらゆる汚れやあふれるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉はあなた方の魂を救うことができます。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。神の言葉を聞き実行しましょう。共に祈りましょう。今日の祈り。1. 聖霊による癒しと力が与えられますように。 2. コロナが一刻も早く収束しますように。 3. 激務の続く医療従事者が守られますように。 天の父なる神様、私たちに聖書の言葉を与えてくださり感謝をいたします。自由に聖書の言葉に触れることのできる機会を感謝いたします。どうぞ神様の言葉をしっかりと聞き、それに従うことのできる歩みをさせてください。聖霊によってあなたの癒しと力を注いでください。そして今困難の中にある多くの方々があなたの恵みの中に支えられ強められますようにお願いをいたします。コロナが一刻も早く収束しますように、この問題のために激務の続いている医療従事者の皆さんが健康も思いも心も守られて、その日々の生活をすることができますように助けを与えてください。私たち一人一人が日ごとに聖書の言葉に生きることができますようにお願いいたします。命の言葉イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。